発達障害は治りますか？はい、こんにちは、心理専門医の初見です。発達障害シリーズももう第何回になったか数えられなくなってきたんですけれども、今回はね、発達障害は治りますかっていうご質問ですね。ありがとうございます。だいたいこういうご質問をいただくときっていうのはね、その方がまあ結構苦しい状態になることっていうのが多いんですよね。で、そういうふうな状態にある方に治りますよとか治りませんよとかね、まあ直ちに回答を与えてしまうっていうふうなものはあんまり望ましいことではないんですけれども、今日はですね、まあ、発達障害というふうなものが治るのかどうなのかっていうことについて、まあそういうふうな質問を受けたときにね、まあ、どんなふうに答えるのかっていうふうなことをね、ちょっと考えてみようかなというふうに思います。3つのポイントに分けて考えていきます。でですね、まず治るか治らないかっていうお話で言うと、発達障害が治りますかっていう問いかけ自体はね、言ってみれば背が高くて困ってるんですけど治りますかっていう、そういうご質問にとても似てるんですよね。発達障害、神経発達症というふうなものは、まあ、脳のね、発達とか成長の、まあ、アンバランスさによって生じてくる、でそういうふうな特性なの で、まあ、基本的にはですね、背がすごく高かったり低かったり、あるいはこう毛がすごく大きかったり小さかったり、足が長かったり短かったりっていうふうな、まあ、身体的特徴の一つだというふうに思ってもらったらそんなに間違いじゃないんですよね。僕たちって身体的特徴っていう風なものは、まあ、目で見て分かるのが身体的特徴だっていう風に捉えがちにはなるんですけれども、いわゆるの発達障害と言われるものという風なものは脳の発達の凸凹なので、まあ、脳というね、体の一部の育ち方の凸凹であるわけなんですよ。なので、まあ、目には見えにくいんですけど、実際にはこれは体の特徴の、一つとも言えるんですよね。で、まあ先ほどお話したように、背が高いとか低いとかっていうふうなことを直せますかと言われても、基本的にそれは育ち方の問題なので、直すようなものではないし、直そうというふうに考えてしまったらすごく苦しい状況になってしまいます。なので、基本的には発達障害が治りますかっていうふうに言われたときには、治るか治らないかっていうことよりも、そもそも治すような対象ではないかもしれないっていうのが、まあ、答えとしては一つ目になるんじゃないかなというふうに思います。とはいえですね、ここから二つ目なんですけども、その方が発達障害って治りますかっていうふうに問いかけるにはね、結構そのことで苦しんでたりとか困ってたりとかしてることが多いんじゃないかなというふうに思うんですよね。まあ、これ背が高いのでも同じなんですよね。例えば身長が2メーター50センチあったらですね、日本の家屋の中で生活するってすごく不便になりますよね。あちこち頭ぶつけますしね。やたらと目立ってね、遠くからでも誰か来たっていう風に、誰々さん来たっていう風にわかりますんでね。僕が身長2メーター50センチだったりとかしたら、もう50メーターぐらい手前からでも、あ、つみ先生来たってわかるじゃないですか。で、それは目立ちたい時にはいいんですけど、できたら目立ちたくないなっていう時には、まあ逆に不便ですよね。で、場合によってはですね、その自分自身が背が高いっていう風なことによって悪目立ちするっていう風な場合もあったりとかして、まあそのことで、本当はですね、目立ちたくなかったりとか、まあ一人に隠れて生きていきたいなというふうに考えているのに、まあ、それが邪魔をしてしまう、静かに平凡な人生を送りたいと思っている方にとっては、そのことがかえって、その特徴というふうなものが邪魔をする場合っていうのもあるわけですよ。発達障害も同じですよね。その発達の特性、その脳の発達の特性というふうなことで、少し人とは違ったような生き方をせざるを得ないことっていうのがよくあります。で、そのこと自体が、その当事者の方にとって重荷になる場合もありますよね。場合によっては、人と少し違うような、感受性とか、行動のパターンとかをすることによって、周りから浮いてしまったりとか、周りから変なやつだっていうふうに思われてしまったりとかして、まあ、周囲から浮いてくる。場合によっては適応障害っていうふうな環境に合わないっていうふうな状態で苦しんだり、それが長引いていったりとかすると、二次障害といって、精神的な病気を合併してくるっていうふうなこともあって、で、そのことで苦しんでしまうっていうこともあるわけです。で、ポイントは、この適応障害や二次的な精神障害というふうなものは、治療すれば良くなる場合が多いですよということです。つまり、背が高いとか低いとかっていうふうなこと自体は、
治すべきものでもないし、なかなか治しようないんだけれども、そのことによって被った二次的な影響ですよね。特に精神的な適応障害とか二次障害っていうふうなものというのは、まあ、結構ですね、治しようはありますし、場合によっては工夫することによって生きづらさとか不便さといったものを、まあ、克服していったりとか、まあ、うまく調整していって、まあ、生きづらさを少し減らしてあげたりとかすることっていうのも決して不可能なことではないので、その特性そのものを直したり、なかったことにするということはできなくても、二次的に生じてきている問題というふうなものは結構解決、治療可能ですよ。そういう面は直すことは可能かもしれませんよというのが2番目のお話ですね。3つ目ですね。それがですね、実は良いところもあるかもしれないっていうお話です。これ、身長に直せばとても分かりやすいですよね。身長が高すぎる2メートル50センチあるっていうふうなことは、まあ、場面によってはすごく不便なことでもあるわけですけども、まあ、そういった身体的な特徴を上手に利用されている方っておられますよね。まあ、例えばスポーツ選手なんか、バスケットボールとかバレーボールなんかでは、まあ、一般的に言うと背が高すぎる方の方が、まあ、有利に働きますよね。まあ、そういうスポーツだけではなくても、その背の高さっていうので目立つっていうことをうまく利用されれば、まあ、例えば芸能の世界とか、営業職なんかの方なんかでは背が高かったらそれだけで覚えてもらいやすかったりしますよね。でそういった目立ちやすさとか、あるいはこの身体的特徴を生かした肉体的な、仕事の選び方とか、そういったものをうまく使っていくことによって、実際にはこの平均的な身長の方よりも、ある領域の中ではより活躍できることが可能になる場合だってあるかもしれません。発達障害も全く同じことが言えますよね。例えば自閉スペクトラム症の方の感覚の過敏さとか独特のこだわりとか、そういったものというのは社会生活においては足を引っ張られる場面っていうのも少なからずありますけれども、まあ、ある種の領域の中、例えば芸術的な世界であったりとか IT 関係の領域であったりとか、とてもその集中力を要するような領域では非常に有利に働くこともあるわけです。ADHD なんかのような、まあ、衝動的であることというのは起業家なんかにはとても向いている場合がありますよね。まあ、こんな風にですね、その持って生まれた特性、発達障害のような特性というふうなものは、場面によってはすごく不利に働くこともあるけれども、その環境とか、その方が置かれた場面によっては、まあ、非常に有利に働くこともないわけではないので、まあ、できればですね、そういった自分の特性とか持ち味が、どのようにしたらうまくいかせるのかっていうふうなことを主治医とか支援者と一緒に考えてもらうと、まあ、単なるね、足手まといとかね、余計ないらない特徴っていうふうに捉え方だけではないようなものの見方もできるかもしれないんじゃないかなというふうに思います。で今日はですね、発達障害は治りますかっていうご質問に対して回答してみました。で基本的には持ち味や特性の一つなので、なかなか直すっていうものの考え方ではうまくいかないし、で直すって考えない方がいいですよっていうのが一つ目。二つ目は、ただしその特性とか持ち味によって困ってしまったり苦しんでたりとかする二次的な問題については、工夫であるとか治療であるとか、そういったものが効果を発揮する場合もあり、場合によっては直せる場合もありますよということ。そして三つ目が、うまく環境や場面を調整してあげて、持って生まれた特性や持ち味というふうなことが上手に利用できないかっていうことを考えてあげると、むしろその特性を持って生まれてよかったなっていうふうに感じられることもあるんかもしれませんよっていうお話でした。いかがだったでしょうか？もしですね、動画が参考になったと感じていただければ、ぜひ高評価ボタンをよろしくお願いします。またチャンネル登録されていらっしゃらない方は、ぜひぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ではでは、じゃあねー。